で、まあ、そのやっぱ開幕戦はやっぱアウェーゲームの東京に行ってやっぱ2試合勝つためにまあ準備していかないといけないかなというふうに思っています。中学校とか高校以来だったんで、すごい懐かしいなと思いながら、まあ、ここで今日公開練習ってこと聞いてたんで、すごい楽しみにしてました。はい、まあ、今年はガード、多分まあ、2ガードみたいな感じになると思うんで、まあ、そういった場合に、まあ、どっちがボール運んでもいいですし、やっぱそういうことも今年は多分すごいできると思うんで、そういった部分でやっぱり2ガードなんで早い展開に持っていけると思いますし、まあ、ディフェンスの面でもやっぱりガード2人が出てるんで、まあ、そういった部分でも機動力というか運動力というのはすごい上がるんじゃないかなとは思ってます。はい、アイスダウン、スタート。